工房節の永田です。鎖と書いて節と呼びます。また少し花輪のお話をしていきたいと思います。まあ、イベントが終わってまた注文のメールがよく来るようになりました。ホームページ見てください。注文の方は受け付けておりません。でですね、内容がというと今多いのが工房節さんに本花輪の紅白もしくは小部木のボールペンペンシルを作ってくださいっていうのがちょこちょこ来るんですけども、それが来るってことは僕がマカとかマーカーしか使ってないっていうことですかね。そんなことありませんよ。今花輪の紅白なんてほとんどが本花輪の部類だと思います。そして僕が部類っていうのは本花輪って一つじゃないんです。最低でも4種類ぐらいありますね。で、マカの中にも種類があります。で、工房節は木がいいものがいいのであって、本花輪だって色が悪かったり木目が荒かったりしますし、マカだって木目がすごくいいやつがありますし、当然色もいいのもあります。で、はっきり言うと材木屋さんも木工家さんもほとんどの人わからない可能性が高いです。それぐらい細かい種類あると思いますね。で、僕は多分木工家さんの中では圧倒的に花輪をこの小部木ですね使ってきた量がみんなとは桁外れに違うと思います。本当に多いと思います。めちゃくちゃ削ってきました。もうどんだけ削ってきただろうっていうくらい削ってきました。なのでね、いろんなものを触ってきましたので、そんだけ種類があるっていうのはやっぱり経験でしかやっぱり分からなかったですね。だから簡単に本花輪とか本花輪がよくってマカが悪いなんていうそういうね安易な考え方は皆様にもやめていただきたいかなと思います。本花輪がよくマカが悪いではなく、いいものがいい悪いものが悪いって思っていただいた方が僕は嬉しいですね。クロワギだって一緒です。僕はクジャク木が大好きで、こんだけの木ってクジャク木ってなかなか出ないんです。だからいいんです。でも黒柿がいいんじゃないんですよ。クジャク木がいいんですよ。そういうふうに僕は皆さんにもね、その良し悪し希少性っていうものはね、そういうとこだと思うのでね、皆さんにもこの作り手の思いを少し分かっていただけると嬉しいです。まあこれはエゴですかね。なかなか難しい点もあるんですけども、まあ実際木目いいものっていうのはどうしても値段にも反映してきます。まあその辺ちょっと皆様にもお伝えしておこうかなと思います。なのでね、安くてもいいものはありますし、気に入ったものを買っていただくのが一番いいと思います。まあ映ってるのどうでしょう、わかります？こっち濃いんですよ。薄いと思うんですよね。で、切る前ですよ。切った後ですよ。同じ木です。同じ塊です。これの塊ですね。こんだけ違うんですよ。なのでね、本当にね、難しいと思いますね。見分けも含め。まあ、特に同じ木でもこんなケース差があるっていうのが分かりますか。まあ、そして下の木、まあ大きく見るとすごい細かくていいものに見えるんですけど、まあこれが本花輪のかマカなのかって分かる人多分いないと思います。僕もこの状態だったら分かりません。切って削ってみないと分かりませんっていうレベルです。まあ、こっちはもう完全にマカなんですけども、こっちもよく似てるんですよ。でもこれが本花輪なのかマカなのか分かる人いますか？多分いないと思いますね。僕ですら分かりません。削った時の匂いとかの感覚でだいたい見分けをつけます。まあそれぐらいね、花輪と一言で言ってもすごく種類があるっていうことです。なので本花輪で作ってください。
本カリーノがすごく細かくていい僕じゃないですかみたいなことが書いてあるんですけど、そうではないっていうことをお伝えいたします。まあ、赤でもね、本当にいいものはいいですし、本カリーノでもやっぱり粗くて悪いやつはたくさんあります。で、まあ、あとは今後ですね、どうしても、カリーノ紅白、特にいいものはね、値段高くなります。まず根本的になんでカリーノ紅白高いのかっていうのは、どうでしょう。見てわかります。こっちも行きましょうか。見てなんで高いかっていうと、まず白い部分っていうのが少ないっていうことと、割れが入ってるの全部白い部分なんですよ。赤い方ほとんど入ってないんですよ。でね、こうやって虫食いなんですけど、虫食いもね、その白い部分には栄養素が流れてた部分なので、やっぱりね、その栄養を求めて虫が入ってきたりとか、まあ菌ですね、カビとかそういうものもやっぱりその栄養を求めてきますので、この白い部分だけがやっぱり食われてしまったりとか腐っちゃったりとかってしちゃうんですよね。なのでなかなか使える部分っていうのがね、少ない。量も少ないし、こういうリスクもあって、もちろん完全に乾いてしまって、僕が使える状態になった時はそこから虫が来るとかカビが生えるとかっていうことではないんですけども、どうしても作る際にどうしても量ができません。でもやっぱりツートンかっこいいですよね。僕も大好きです。なので作ります。だからどうしてもお値段高くなっておりますけども、それがいいって思われる方、今後もよろしくお願いします。もちろんね、カリン、この赤い部分が悪いわけじゃなくって、やっぱりこの部分っていうのはすごく変化しますし、経年変化します。なので、ね、とっても面白い材料だと思いますし、もうコブっていう、ザ・コブですよね。まあいろんな木のコブあるんですけど、カリンは、まあローズとも含めてなんですけど、こういうコブって面白いですよね。なので、まあ、木の中でもちょっと特別なものだと思っていただいて結構だと思います。なかなかありません。なかなかありませんって僕言っても全然説得力ないんですよね。こういうものしか作ってこないので。まあでも、本当になかなかないものなのは事実なので、また皆さん、イベントとかね、来ていただいたときよろしくお願いします。そして数がとっても少ないです。なかなかね、お店お出しすることができません。イベントで20本、30本持っていってしまっても、大概売り切れてしまいます。なのでね、しばらくはイベントでしか手に入らないかと思いますけども、またイベントでね、たくさんの中から選んでいただく楽しみ、皆さんにも味わっていただきたいので、イベントの方でお待ちしております。では。